お待たせいたしました。阪神甲子園球場、まずは1回の表、先頭バッターは大島、第4球を投げました。フォーク外れてフォアボール、能見ストレートのフォアボールを与えます。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ、大島スタート、バントしました。ピッチャー前に転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。タイガース先制のピンチを迎えます。第5球投げました、インハイ、空振り三振、右バッターボックスは4番ビシエド。さあ第5球投げた、打ちました。北条バックしていった、落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。能見まずまずの立ち上がりです。1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは高山、投げた、外、空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。右バッターボックスは2番江越、投げた、外れてフォアボール、バッターは3番ゴメス、投げた、打った、痛烈な当たり、ここはうまい守備に、アウト、ダブルプレー、スリーアウトチェンジ。若松、今日はまずまずの立ち上がり。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは平田、投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった、投げました、見逃し三振。左バッターボックスは7番高梨、投球は3球目、投げました、打った、これはセカンド正面、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。能見3人でピシャリと抑えて、2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは福留、インコース引っ張った、ライトへ上がった、ライト下がった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番北条、第3球打ちました、三遊間へのゴロ、抜けた、北条いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第4球を投げました、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン、第12号先制ツーランホームラン。左バッターボックスは7番西岡、第5球投げました、見逃しの三振、バッターは8番原口、第3球を投げました、打ちました、高橋取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の裏が終わりまして2対0、3回の表2点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、先頭バッターは桂、投げた、打った、これはいい当たりだ、さらに伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン。バッターはピッチャー若松、投げた、インコース低め、空振り三振、バッターはトップに帰って大島、第1打席はフォアボール。第5球投げた、外角高めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。第4球を投げた、打った、左中間のフライ掴んで、これで3アウトになります。3回の表が終わって2対1、タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー能見、投げた、インコース高め、空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。第5球投げました、打ちました、右中間へ持っていきましたが取りました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには江越、最初のバッターボックスはフォアボール、投げました、打った、レフトへの浅いフライになった、取って、これで3アウトチェンジ。阪神甲子園球場からお送りしています。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは遠藤、今日の第1打席はスイングアウト、投げました、打ちました、いい当たり、入れば同点だ、ワンバウンドヒットになった、センターからセカンドへ、遠藤ツーベース、タイガース同点のピンチを迎えます。
バッターは4番ビシエド。タイガース一打同点のピンチを迎えています。打ちました。泳いだバッティング、打球はファースト後方、ファースト落下点に入りました。掴みました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投球これから4球目。これは引っ掛けた、サード前方のフライになりました。三塁キャンパス手前、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、打ちました、三遊間の当たり、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。ノーミノーアウト二塁のピン。タイガースこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ゴメス、投げました、打った、左中間へのフライですが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは4番福留、第1打席はライトフライに倒れています。打った、荒木ボールを取る、一塁送球、アウト、福留いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。投げた、打ちました、左中間へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。タイガースクリーンナップを3、5回の表1点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、先頭バッターは高橋、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打ちました、ゴメス掴んだ、一塁へ送る、ノーミ取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第5球投げた、外れた、フォアボール。バッターはピッチャー若松。タイガースここはバントシフトを敷きます。スライディングキャッチ、送りバント失敗、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。さあ第3球、低めボール球打った、ボールはライナーでライトへ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって2対1。5回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは鳥谷、投げた、打ったいい当たりだ、打球は右中間に上がった、ヒットになります。ボールはセカンドへ、鳥谷ツーベースヒット。左バッターボックスは7番西岡。投球これから5球目、アウトコース高め、空振り三振。バッターは8番原口、最初のバッターボックス。第3球打った、痛烈な当たり、センター下がった、掴みました、ランナー三塁へスタート切った。タイガースなおもチャンスが続いています。さあチャンスが広がって能見、第3球を投げた、打ちました、セカンド右横のゴロ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。ツーアウト三塁のチャンスでしたが得点で。ゲームは後半に入ります。バッター龍の2打点、荒木投げた、ストライク、見逃し三振。左バッターボックスは3番遠藤。投球はこれから3球目、打ちました、1、2塁間の打球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番ビシエド、今日はサードフライとファーストフライ。投げました、見逃し三振、最後は見逃し三振に仕留めました。タイガースこの回1番からの好打順になります。左バッターボックスはトップバッターの第4球を投げました、打った、抜けた、ボールは中継、高山ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。バッターは2番江越、今日はフォアボールとレフトフライ。打った、ピッチャーの足元ボールが転がっている、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、ツーアウトランナーなくなりました。投球これから4球目、打ちました、高橋ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。阪神甲子園球場からお送りしています。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは切れた、今日は三振とサードフライ。タイガースピッチャーを変えて5番ライト平田、第6球を投げました、見逃しの三振。左バッターボックスは6番藤井、今日は三振とサードゴロ。投げました、インコース引っ張った、ヒット、
打球が転がっている。ボールは中継。藤井ツーベースヒットを放ちました。タイガース同点のピンチを迎えます。さあ同点のピンチで迎えるバッターは高梨。今日はセカンドゴロとファーストゴロ。打ちました。鳥谷取った。一塁へ送る。アウト。高梨いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。第4球を投げました。打った。三遊間の当たり破ってった。ボールは中継。桂いいバッティングを見せました。タイガースなおもピンチが続きます。ピンチヒッターは赤坂。タイガース一打同点のピンチを迎えています。第6球をランナースタートを切った。結局外れてフォアボール。ドラゴンズダイソー投入です。打順は1番に帰って大島。タイガース一打逆転のピンチを迎えています。タイガースピッチャーを交代します。第5球投げた。打ちました。セカンド右へのゴロ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。タイガースこの回ツーアウト満塁のピンチでしたが若松降板。7回の裏タイガースラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは福留。今日はライトフライとセカンドゴロ。打ちました。ピッチャー返し抜けた。福留ナイスバッティングです。初安打。バッターは5番北条。これが3度目のバッターボックス。さあ次は4球目。打ちました。いい当たり。ボールはレフトへ飛んでいきました。取りました。ボールは中継。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。第5球投げた。打った。強い当たり。打球はそのまま伸びていく。ライトセンター見送った。ホームラン。バッターは7番西岡。ここまで2三振といいところがありません。第5球投げた。ストライク。見逃し三振。バッターは8番原口。今日はサードゴロとセンターフライ。打った。高梨ボールを取る。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。7回までが終了しまして、4ドラゴンズこの回は2番からの好打順。バッターは龍の伊達天荒木。通算2000本安打まであと4本としています。投げた。内角シュート。見逃し三振。次は4球目投げた。打った。流し打ち。打球はレフト浅いところ掴みました。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスはビシエド。打ちました。ショート右へのゴロ。ショートから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。安藤この回ピシャッと3人で抑えています。岡田降板。ここでタイガースこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー安藤。代打は新井。安藤に代わりまして新井亮太。次は4球目投げました。インコース引っ張った。これはヒットになります。新井いいバッティングを見せました。打順はトップに帰って高山。今日はここまで3打数1安打。投球これから4球目。三振。キャッチャー2塁送球間に合うか。右バッターボックスには江越。これが4度目のバッターボックス。第5球投げました。打ちました。荒木交代。掴んでこれで3アウトになります。8回の裏が終わりまして、タイガースピッチャー交代です。さあいよいよ最終回。トップバッターは平田。投げました。打ちました。西岡掴んだ。セカンドから一塁送球。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番藤井。投げました。打ちました。抜けた。ボールは中継。藤井ナイスバッティングです。バッターは7番高橋。今日はここまで3打数ノーヒット。次は4球目投げました。外れてフォアボール。ストレートのフォアボール。ここまで2安打の桂。投げた。低め外れてフォアボール。これで満塁です。満塁のピンチで迎えるバッターは医療。医療背番号
26。さあこの第5球投げた、打った、抜けた、ホームイン。ドラゴンズ点差を2点に縮めました。さあワンアウト満塁という場面で大島、第6球を投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角セカンド荒木。さあ次がラストボール、ランナー自動的にスタート、三振。タイガー2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく